はい、ジムの近くにできたインドカレー屋さん、今日オープンで早速来てみましたって、もうだいぶ食べちゃいましたけど、こんな感じです。だいぶ食べちゃったけど、タケルはおかわりしてます。これだね、カレーもだいぶないけどこれ俺はだっけ、チキンほうれん草カレー、でもだいぶないけどこれが日替わりカレー、日替わりカレー、日替わりカレー。なんこれ結局何、おかわりありなのかな、ありってありっぽい、ありっぽい、ありっぽい、追加料金取れんかな僕まだだいぶ半分ぐらい残ってますけど、ちょっと変わった味ですよね。変わった味で、これあげるのもないけど、これなんだっけ、マンゴーラッシー、んマンゴーラッシー、マンゴーラッシーなんてやつ、これ何が入ってんだっけ、マンゴーとヨーグルトを混ぜて作ったドリック。僕も初めて飲んだんですが、ビール頼もうと思ったらビールはダメみたいでソフトドリンクにしてくださいって言われました。これナンもね、かなりすごいでかい、これに入ってくる、カゴに入ってきますが、これどうですか、これうまいですか。いや、うまい、うまいです、うまい。種類はこんだけあります。今日は僕はこのチキンほうれん草カレー、タケルはこの日替わりカレー、日替わりカレーが何が違うのかわからないこの全種類が何が違うのかわからない。今度はちょっとこのマトンキーマンカレーとかね、あんま聞いたこともないようなのを言ってみたいですね。単純にこの野菜カレーっていうのはちょっと興味あるし、これ何これ、豆カレーって、豆カレーなあ、豆カレーもちょっと気になる。このチキンキーマンカレーとかっていうのはね、なんかちょっと聞いたことあるから、野菜カレーと豆カレーを僕は頼まずにタケルに頼ませて、僕は無難なチキンカレーとかを、はい、じゃあタケルは試合前だけど、何を3つ食べるのか知りますか。では